ついにやってまいりました、高知のマッシュルームレコードさん。看板にはですね、スペルでマッシュルームレコーズとなってるんですが、お店としてはマッシュルームレコードということで、伺っております。では行ってみましょう。もう遠くの方にですね、ギターが見えますが、入ってすぐは割とこういうなんか昭和を感じさせるようなレトロなアイテムがたくさん、こういうジージャンなんかも売ってたりして、まあもちろんマッシュルームレコードさんですからレコードがメインなんですけれども、この入り口付近のこの昭和な感じいいですね。はい、でこののれんをくぐってですね、ちょっと店の奥に行ってみましょう。今回レコードに関してはちょっと、ご説明はパスさせていただいて、やっぱり楽器メインな感じでお伝えしたいと思います。入って右手の、ね、この壁、まずねお店入って右手側の壁、ここがね本当にすごいっす。このね、見たことないようなもうビザールの嵐、この矢沢さんの、ね、キャロル時代のエルクのベース、これもねレアなんじゃないでしょうか。はい、で奥の方もですね、こうやってほとんどビザール、いや全部ビザールじゃないかな。でこれ撮影禁止なんて書いてあってあるんですけど、もちろん撮影許可を得ております。ハニーのね、これセミアコかフルアコかな。でこのさらにですね進むと、まだお店の奥の方にカウンターがあるんですけど、ここにねカウンターの、さらに先にも少しだけスペースがあってですね、なんか作業所みたいなところがあるのかな。その奥にもまだあるんですけど、ちょっとここは、遠慮させていただきまして、さらにこのカウンター、もう一回カウンターのところに戻って、ここを左に行くとこちら側にもなんかお部屋みたいな怪しいお部屋があるんですが、どんどんどんと進むと右手にですね、ワウとかその辺のペダル類があって、こういう昔ながらのエフェクターがガンガンガンとあってですね、で一段登ってみますといて、ここにもギターたちが、ちょっとこっち側じゃ全然顔が見えないんですが、こちらにちょっと移動しますね。はいはいはい、ちょっと一段高くなったところにあると行くと、こういうテープエコー系とかですね、昔の懐かしいアンプヘッド、グヤトンもあります。ね、エコーチェンバーみたいなのがいっぱいあって、でパッと見るとですね、ギボンとかギャランとかね、そんなのがあるんですね。さっきの右側の壁の方にはガンソンとかもあってですね、そう60近いアラカン世代はね泣いて喜んじゃうような懐かしいギターがたくさんあります。はい、一本ねなんかねちょっと隠れてるんですけど、このギボンのねレスポールっていうのがあって、見えないな、値段安いっす、これ買って帰ろうかなと思ってるぐらい。はい、まあ一応こんな感じです。あ、西原さんです、よろしくお願いします。すいません突然お邪魔して、もう本当にですね、ちょっと僕も個人的にここのお値段はですね、はい、安すぎてですね、出さない方がいいなと思ってるんですよね。あ、はい、で変にあのその
まあ、業者の方って言ったら失礼ですけど、はい、それを商売にしてですね、はい、多数買い付けに来てほしくないという、このまんまでずっといてほしいという僕の願いがあるというか、そういう、気持ちでいっぱいなんで、本当はこれ一本一本や値段を出しちゃったらすぐ来ると思います。 ありがとうございます。もうでもこの豊富なビザールの数なんですが、はい、まず、はい、なぜこんなにビザールがすごいんですか。基本的にやっぱ好きですね、あの国産のギターが。あ、国産のギターが好き。そうです。そう、あの中途半端な70年代から80年代が意外にないっていうか、はい、そうですね、うん、どちらかというと、はい、60年代が60年代が多いですよね。多いですね、うん、はい、これはやっぱりそのお店のもうそういう、そうですね、まあ自然とこういうのがやっぱ好きで集まってくるというか、そういうのはありますね。それは例えば買い付けるんですか、それともあの例えばお客さんから買い取るとか。そうですね、で、うん、レコードとかと一緒にあの、まあ、買い取る、あのお宅にお邪魔して買い取る、はい、一緒にっていうのもありますし、あの以前高松の方でもですね、はい、お邪魔したんですけれども、はい、やっぱりこういうビザール系が多くてですね、はい、四国にはビザールがいっぱい眠ってるんだろうかって僕なんか勘違いしてしまうんですけれども、はい、実際やっぱり、まあ、なかなか高知が、うん、遠いというのもあるかもしれませんけど、四国でも、うん、はい、まあ、特にうちは、まあ、お面白いかと思って力入れて、はい、よそと。いやー、これは本当にすごいですね。で、あとレコードもですね、はい、僕そこまであのレコードは詳しくないんですけれども、はい、パッと値段見ただけで、はい、えっていうお値段はやっぱり多いんですが、レコードもその今ほらレコードブームで結構値が上がってるんですけど、はいはい、あまりそこの辺も、そうですね、やっぱりまあ極端にお客さんが買える値段にさせてもらってますんで、あ、まあ、できるだけ。なるほど、はい、いやいや本当なんか突然お邪魔して本当に突然取材させていただいてすいません。もうとっても楽しい時間です。いや、ありがとうございます。ありがとうございました。とにかく、そうですね、僕が思うには日本最大のビザールの宝庫と言っていいでしょう。このお店は認定です。お値段気になる方はですね、ぜひちょっと遠いですけど高知まで行ってですね、その目でご確認ください。ということで、買ってしまいました。新鋭のね、今回ギターじゃなくてエフェクター、マルチエフェクターっていうの、ハリケーンワウ、あとサイレンの音とね、波の音が出る不思議なワウ。お値段は内緒、はい、あとこれ、このギターマガジンの増加、これすごいよ、これいいかな、値段は400円、これマイケルシンカー1000円、ミュージックライフ、いやこんなのあったんだね、知らなかったな。はい、今回の戦利品です。マッシュルームレコーズ成功。高知といったら針山橋、日本三大がっかり名所と言われているこの橋、もう本当に数メートルですね。はい、おまけです。